今月2回目のモテギレーシングスクール。一気に気温も下がってタイヤカバー投入。今回は出血大サービス坂田和宇と全力追走1周半です。ほんと大サービスだからね。36,800円払って見せてもらった先導だからね。追走ラップは4時直前で、路面は陰るし冷えてきてた。そんな中、こちらのタイムが2分3秒687。前回レーシングスクールで出したベストより 0.15 秒速い。ここで坂田さんと遭遇。マシンは CBR1000。 カタログ178馬力、実際は160も出てなさそう。今となってはかなりアンダーパワー。電線もシフターもない。タイヤはダンロップの9と、タイヤだけでも2秒は不利なはず。スペックやパーツを語ったところで、バイクは所詮乗り手の腕。後ろからチェックしてくれてる坂田さん、自分の全力を見せつける。もう前後ろからブンブンにエンジン音が聞こえる。後で聞いた坂田56、本当は 130R 入り口で余裕でさせるんだけどね。 SG 遅すぎ、釜掘りそうになったよ。我々は逆ではない、生徒なのだ。しかも、しょうがな先生と生徒。マジかよ、って声が出るレベルの立ち上がり。こっちのが30馬力以上あるんだぞ。最高速276は悪い方じゃないのに。また待ってくれてた。やべえ、見えなくなる。ラインがビタッと決まって、ビクともしねえ。きっちりイン、アウトのクリップをかすめていく。4コーナーへの切り込み点がもっと奥なのか。130R への切り込みも手前すぎる。坂田さん、ちょっとだけ詰まったかな。 S 字立ち上がりはあそこまでアウトに行くのか。このきつい登りでガンガン剥がされる。綺麗にアウトのまま立ち上がれる坂田さん、こっちは右に触れてしまうのに。メーター読み281キロ、自己ベスト最高速。さすがに馬の差で縮まったかな。いや、待ってくれてただけだな。セカンドアンダーでの切り返し、止まらない坂田さん。一度止まる僕。
このラップを何十回も見直してる。何もかもが世界チャンピオンの走り。スクール公式案内、7秒以上は追走できない場合がある。のりしろ乗せすぎなの、わかるでしょ。3秒で追っかけて、あの余裕。本気出せば2分切りは確実でしょ。プロは完全に別世界に生きてる。そんな感覚が深まるばかりですよ。